はい、どうも、カチャの古川です。今11月でして、本来にお花屋さんが忙しい時期なんですよ。11月、12月はクリスマスシーズンで、お花屋さんが本来忙しい時期なんですけど、まあ僕こうして YouTube の方結構頑張ってまして、だいたい3日に1回か、長くても4日に1回ぐらいはあげたいなと思って頑張ってるんですけども、ちゃんと働いてはいまして、ね、お店の方でね。で、ご注文とかレッスンも、まあ11月なんで、まあほとんどクリスマス関係のもの、まあ8割ぐらいかな、クリスマス関係のものが多いんですけど、大体月に10回から12回ぐらいレッスンしてるんで、3日に1回ぐらいはレッスンしてるのかな。で、定期クラスとかも、まあいろんなレッスンテーマがあって、まあそれに応じたテーマでやってるんですけど、まあこの11月だけは、もう全部クリスマスアイテムになってるんですよ。で、クリスマス関係のレッスンって、まあほとんどドライになりゆくものでご案内してて、11月にレッスンして、12月のね、クリスマスまで絶対語ってほしいなっていうことで、まあドライになりゆくものを、まあメインにして、まあ、全部だな、全部ドライになりゆくもののレッスンをしてるんですよ。で、僕のライブレッスンも対面レッスンも、まあもちろんインスタグラムでこんなん作りましたよっていうのもアップしたりしてるんですけど、全部が全部ちょっと案内できてるわけじゃないので、今回はね、このクリスマスレッスンで、ね、どんなものを作ってるかっていうので、ね、お見せできたらいいかなと思って、だいたい6個ぐらいかな、6個ぐらいこんなん作ってますよっていう感じの案内をしようと思ってる、動画になっております。ということで、今回は僕がデザインしたクリスマスに飾るアイテムの紹介となっております。よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。じゃあまず一つ目が、こちらハーフムーンリースになっております。これ何個か前の動画で説明したんで、あまり説明する必要はないかもしれないんですけれども、リースって本来丸く作るんですよ。まあ、角がないということで、まあ、永遠にぐるぐる回り続けるのが縁起がいいということで、丸く作るのが本来の形なんですけど、まあ、その常識を一旦置いといて、満月じゃなくて半月をイメージした、ハーフムーンリースとなっております。まあ、さっきも言った通りね、これはちょっと前の動画で説明したりしてるんで、まあよかったらそちらを見ていただけたらいいかなと思ってる、ハーフムーンビーズになっております。はい、そしたら2つ目が、こちら、僕がクリスマスピラーと命名しているものです。ピラーっていうのは柱っていう意味なんですよね。で、リースとか丸く作るんですけど、まあ、真っ直ぐ柱のように振るということで、クリスマスピラーと呼んでいます。もともとね、そういうクリスマスピラーっていうものがあるわけじゃないんで、僕は勝手に命名しただけなんで、よそで言っても全然通用しないと思うんですけど、まあ、一応語呂も良かったので、クリスマスピラーと呼ぶことにしました。これはどういう風に飾るかっていうと、まあ、もちろんこういう風に、ね、寝かしながら置いてもらってもいいんですけど、イメージ的にはね、例えばリースをかけたりスワッグをかけるって、壁とかドアとかいりますよね。で、もうかける場所がないっていう場合もあると思うんですよ。特にリースなんかね、家にもう5個も6個もあっても仕方がないので、じゃあどこに飾るって言ったら、このね、僕のイメージ的には玄関開けた時に、まあ、絶対ね、目の前に壁があると思うんですよ。その壁のところにちょっとこう立てかけてもらえたら、足元が華やかになっていいかなと思って考えたものになっております。地面に置いて地面から突き出てるような感じにも見えるので、それも合わせてクリスマスピラーと呼ぶことにしました。これがね、結構インスタグラムに載せたら結構コメントたくさんいただいてね、これ剣みたいな感じでこう振り回して遊んだりしてたんですよ。で、その、剣みたいな感じで構えてる写真を、ちょこちょこ載せたらね、皆さんワーワーって喜んでくださった感じのものになっております。はい、じゃあ3つ目なんですけども、こちらサークルスワークというものです。あと、四角がスクエア、三角がトライアングル、多分円がサークルということで、丸く作ったスワッグ、壁掛けになっています。で、丸く作りたいなと思ったので、こちらね、まあ、ちょっと裏を見せるとこんな感じで、リース台をうまいこと加工して、そこにその杉を貼り付けて、その上に木の実を乗せるみたいな工程で作りました。まあ、作りながらね、僕はレッスンとかでも言ってたんですけど、作りながらなんかこれピザみたいなということで、ピザみたいなスワッグとも呼んでいます。結構ね、これ作り方もシンプルで、まあ、作りやすかったっていうのもあって、レストランの皆さんも結構喜んでくださったものになっております。で、これピザにも見えるんですけど、縦にも見えるっていうことでね、さっきのね、このクリスマスピラーと
こんな感じで剣と盾を持つような感じでちょっと写真を撮ったりしたんで、またインスタグラムにもアップしようかなと思うので、まあよかったら見てください。ちょっとこの辺に出すかもしれないです。はい、じゃあ4つ目なんですけど、この4つ目がさっきの3つ目のサークルスワークとちょっと似たような構造を、作り方の構造にはなってまして、ただちょっとデザインが全く別物で、こちら、コットンを使ったモコモコスワークというものになっております。クリスマスの時とかね、杉とかグリーンのものを結構使うんですけど、そういうグリーンのものを一切入れずに、もう白いものだけを使った、モコモコっとしたスワークになっております。これ実はね、僕去年考えたんですよ。で、去年ちょっとお見せしてなかったんで、なんかね、ちょっとタイミング逃してできなかったんで、今年はね、どうにかやりたいなと思って、はい、ちょっとスタッフの方にやってもらったレッスンになっております。はい、じゃあ5つ目なんですけども、これも僕じゃなくて僕のスタッフの子がやってくれたものになります。こちら、フライングノエルツリーということで、木の形をしてるけど、ここにね、木があるわけじゃなくて、このままね、木の形をした状態で、天井から吊るようなデザインのものになっております。これもちょっとベースの部分は僕が一応ちょっと考えたんですけど、それ以外の、何をつけるかとかって装飾の部分とか、形をどうやって組んでいくかとかっていうのは、スタッフの子が、考えてやってくれました。これね、写真写りも良くてね、すごい僕も気に入ってるんですよ。ここのクシュクシュになった赤のリボンとか、ラフィアもすごい可愛いと思いますし、一応中はね、はい、軽くですけど、こんな感じになっております。はい、じゃあ次、6個目なんですけど、これ実はね、まだちょっとレッスン終わってなくて、ちょっと先取りの紹介になるんですけど、来週かな？来週やろうと思ってるレッスンです。はい、こちら、フライングティアドロップっていうので、お花業界で、ティアドロップっていうので、涙の雫を逆さまにしたみたいな形ということで、ティアドロップっていう形がね、結構、お花業界であるんですよ。で、そのティアドロップの形をしたフライングスワップということで、フライングティアドロップっていうちょっとかっこいいのをつけました。で、実はね、これ、まだレッスンやってなくて、先取り紹介って言いましたけど、このフライングティアドロップのこの形自体はね、結構何年も前からやってて、大体いつだろう、一番初めにやったのは、ちょっと覚えてないんですけど、もう5、6年前にはやってたんですよ。で、もうちょっとシンプルな感じで、そこからちょっと肉付けしたりとか、その年ごとにちょっとグレードアップさせたような感じにして、今回は、ちょっとワイルドフラワーみたいな感じを含みたかったので、ユーカリの葉っぱとかを入れたりしてね、ちょっとかっこいいタイプの感じになっております。で、さっき今言ってたのと同じような感じで、今回はね、これ白のラフィアになるんですけど、これをつけることで、雰囲気良くなればいいなと思って、ラフィアもつけました。結構大きいんですよ。結構大きくて、遠目から見たらね、すごいなんかこう涙が本当にぶら下がってるような感じで、すごいおすすめなので、よかったら、まだレッスン募集もしてるので、インスタグラムとか覗いてもらえたら嬉しいです。僕6個って言ってたんですけど、また数を数え間違えたみたいで7個ありました。ということで、7個目これで最後になります。これちょうどね、昨日の夜テストしたばっかりなんですけど、こんな感じの、長さ120センチぐらいあるクリスマスガーランドになっております。で、ガーランドなんですけど、名前はね、聞いたことある方も多いと思うんですよ。なんなら雑貨屋さんとかにも置いてるんで、ね、なんですけど、厳密に言うと、どっからどこまでをガーランドと呼ぶ定義なのかっていうのがわからない方もいるかもしれないんで、簡単にだけ説明しておくと、分類的にはこうやってね、壁にかけるんで、壁掛けっていうのスワークと同じ分類にはなるんですね。もともと皆さん花冠ってご存知ですかね。こういうふうに頭に結婚式とかにね、使われたりすることもある花冠とか、あとこういうふうにね、首飾りみたいな感じで使われるものがあったりしたんですけど、古代ギリシャとかでオリンピックみたいな競技とかで、優勝した人に優勝の証として、なんか飾られるみたいな風習があって、なので勝利の証とか栄光の証みたいな感じで、その優勝した人に贈られたのが花冠だったりするんですよ。で、花冠をね、こうつけてもらって家帰った時に、どうやって飾ろうかなって思った時に、このちょっとこう組んでたところピッてやったら、このまま飾ったらいい感じじゃねみたいな感じで
飾られたのが、発祥だと言われております。で、僕今日2つ目にクリスマスピラーっていうのを紹介したじゃないですか。あれとほとんど構造は一緒なんですけど、クリスマスピラーっていうのは、まあ、僕柱って呼んでたので、なんかグラグラしないように真ん中にねちょっと折れないような太い木をちょっと通してるんですよ。なのでこうブンブン振り回しても折れたり曲がったりしないんですけど、それに対してこのガーランドっていうのは一応基本的には、まあ、花冠から作られたっていう感じになってるので、真ん中に糸かワイヤーを通してそこに紡いでいくっていうような構造になってるんですね。なので、今回これさっきからぐにゃぐにゃ曲げてますけど、こういうふうに曲がりが効くのが、ガーランドの特徴になっています。ただこのドライになるものなので、まあ乾燥したらいずれ硬くなってしまうんですよ。だからいくら真ん中にワイヤーとかこう曲がりの効く糸とかが通ってるとしても、乾いてしまうと、まあ強引に曲げるとね、その杉とかがねパリパリ割れてしまうので、まあこうやってぐにゃぐにゃ曲げられるのは、一応ねこの乾くまでということになってます。まあ逆に言えば、まあ変な形で乾かしてしまうだとしても、もうそれはもうそれ以上動かさない方がいいっていう感じなので、まあ、乾くまでに、まあ、形を整えて、まあ、でも絶対まっすぐ飾らないといけないわけじゃないので、わざとねこういう S 字型にしたりとか、まあ、そういう楽しみ方もあっていいかなというふうに思います。で、今回ね、これ、まあ、作ったんですけど、超これも、なんか、ワイルドっぽい感じのイメージも載せたかったので、ちょっと、ユーカリとか、とワイルドフラワーを使った、ちょっと、まあ、可愛いような、かっこいいような感じのデザインになっております。はい、じゃあ、以上ね、7つ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まだ今日11月20日で、まだクリスマスまでね、もう何回か、クリスマスのレッスンが続くんですよ。で、僕は結構なんかこう、王道よりね、ちょっと変わった形を作りたいなと思う方なので、いろいろ考えて、皆さんに楽しんでもらえたらいいかなというふうに思っております。で、僕は初めの方にライブレッスンと対面レッスンと両方やってますって言ってたんですけど、まあ、同じようなレッスンに見えて、全然違うんですね。なぜかっていうと、まあ、実際目の前の、まあ、1メートル、2メートルのところで実物が見れるのと、このスマホの小さい画面で見るっていうので、全然そのなんか大きさ感覚が分かりにくかったりするっていうので、このライブレッスンに関しては、その大きさ感覚が分かりにくいものはやめて、たりとか、まあ、その作り方とかもあまり複雑にならないものを選んだりとかしてるんで、ちょっとねそのデザインの幅が変わってきたりするんですけど、まあ、いずれにせよね、どっちもちょっと変わったデザインとか、ちょっと見たことないお花を盛り込みながら考えていきたいなと思ってるので、ちょっと興味ある方は、インスタグラムをチェックしたりして、レッスンを参加してもらえたら嬉しいなと思います。ということで、今回は、この2022年度の、クリスマスデザインを何個か紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。では。Turn around, let it rain.